Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そして、おはようございます。白鳥製薬の白鳥聡です。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者・部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社ラプラスの代表取締役社長、井上有紀さんです。株式会社ラプラスは、宮城県仙台市に本社を構える創業150周年を迎える機械工具商社です。その商材はネジ1本から産業ロボットまで多岐にわたり、小さな町工場から日本を代表する大企業まで幅広く取引を行い、ものづくりの現場を総合的に支援しています。いつもいろんな意味で明るい井上社長、昨日はやりたいことを探すのではなく、やるべきことを探すという話でしたが、今日はどんな話になるんでしょうか。では今日火曜日、株式会社ラプラスの井上有紀社長のインタビューから、どんな金言があるでしょうか。今後の戦略として、今何かお考えのことでお話しできることってありますでしょうか。まあ、今製造業は非常に力を失いつつあって、素晴らしい製品を作って、それを海外の方が買っていただいて、で日本のものの素晴らしさに触れて日本が好きになって、それで日本というのは戦後復興してきたと思うんですけども、かつての輝きを失っているというふうに感じますので、いかにこれから製造業が力を発揮できるような時代が来るかっていうのがキーワードになるかなと思うんですけども、まあ、そもそも日本人っていうのは勤勉な国民で、遊ぶ前に働くべきなんじゃないかなと思いますので、Go to Factory っていうテーマで、ちょっとこの間の日刊工業新聞社さんに記事を書かせていただいたんですけども、優秀な若者、優秀なエンジニアがどんどん製造業を志すようなところを国が支援していったらどうかなと思います。例えば、今コロナで地方の企業っていうのはようやく見直されてますけども、地方に就職しやすくなるように金銭的に国が支援するとか、それから地方の大学を出た学生がその年に就職をすると、少し優遇されるだとか、そういった資源を製造業に人材が向かうように使うというキャンペーンを Go to Factory と名付けてやってはどうかなということを提案しています。日本のものづくりのこれからについて伺いました。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。 Go to Factory。 Go to Factory、 この言葉からどんなことを学びますか。はい、とてもキャッチーな言葉ですよね。まさに日本ものづくりでこれまで高度経済成長を遂げてきたわけですけども、まあ、やはりものづくりが日本を支えている、あるいは世界を支えている、そういった面があると思いますから、いろんな方がですね、工場に行ってものづくりを楽しむ、そして楽しむ結果としてみんなの人生も豊かにする、そういった思いが詰まった言葉だなと。 Go to Factory、 とてもいい言葉だなと感じました。井上社長、遊ぶ前に働くっておっしゃってましたけど、全く遊ばないってわけじゃなくて、仕事をしっかりしてから楽しもうよっていうところもいいことですよね。そうですね、今ワークライフバランス非常に言われてますから、ワークもライフもいずれも楽しむ、そういった意味で楽しむ Go to Factory、 そんな風にできればいいかなと思います。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き、株式会社ラプラスの井上有紀社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。